はい、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。やってきました、暴飲暴食で、イエイ。というわけでね、今日は高松にある一角という鶏肉が美味しいお店にね、まず最初に向かいたいと思います。それじゃあ宴を始めていきましょう。レッツゴー。羽の顔が映ってないぐらい。肩もわかんない。肩にも著作権ある。肩はないよ。顔だけ。顔と名前だけ。それじゃあね、タクシーで向かいたいと思います。まあちょっと電車がね、時間がなくて急ぎます。ひな鶏と、はい、あと瓶ビールの大瓶ください、はい、おチョコ一つ、はい、瓶ビール先お持ちしてよろしいですか。はい、大丈夫です。お願いします。今日は調子に乗って白い服を着てきてしまったので汚さないか心配です。まあいいけどね。はい、いつもの高松駅にやってきました。それじゃあね、僕の大好きな立ち食い寿司に行きたいと思います。マスクしとったら喋りやすいね。喋ってる様子が見えないから。こんにちは、行けますか。今日もよろしくお願いします。ハマチ一つと、はい、タイ一つ、はい、とサーモン一つとウニ一つ、はい、以上でお願いします。すいません、ハイボールお願いします、はい、あ、ほんますね。今日あります。あ、じゃあ鉄火お願いします。美味しいよ。
マジですか。ありがとうございます。今日のは真っ白ですね。すいません、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。レモンチューハイお願いします。はい、すいません、おかわりお願いします。レモンサワーのおかわりお願いします。はい、次はですね、行きつけの、日本酒酒場に行きたいと思います。こんにちは。How are you? Good. 久しぶりです。でも、おめましてごめん、ほらいいなぁ、ほぼ1用があったから顔はなしですよね。マスクしとるけんだよ。全部いいんですか。マスクしとるけん大丈夫。火曜日は特に大丈夫。だから顔面の酒を始めたんです。これは何回も飲んだことあるんですけど、これとこれがないですね。10分、15分。いいですか、映っても。いいな、いいんだ、すごいね。遠回り。乾杯っす。乾杯。あ、なんか乾杯みたいな。今日はお願いします。ありがとうございます。そんな感じで。はい、私カフェにして初めてっていうかサワラを食したというか。あ、そうなんですか。もともと東京の方だとあんまサワラは食べらない、そうなんですよ。香川県と岡山だけぐらいなんですよ。じゃあごちそうさまでした。じゃあ皆さんもごちそうさまでした。あ、すいませんでした。大丈夫ですか。バイバーイ。ごちそうさまでした。ありがとうね。
皆さんありがとうございました。あのアルコールって何がありますか？瓶ビールしかないです。あ、じゃあ瓶ビールでお願いします。かなり酔ってます、家に帰りましょう。めっちゃ眠いです。はい、小豆島に帰ってきました、めちゃくちゃね寝てました。船の中でもうめちゃくちゃ眠たかった。まあ、ちょっと道路を渡ってひょいと渡ってここでおかずを買いたいと思います。扉開けた。で、買ったものが、まずこれなんだ、数の子わさびと、まあ、いつもの唐揚げね。で、これが、あーなんか国産鶏もつ、美味しそうだって、これ炊いたらね、うまいんだよ。で、これが、ゴーゴーカレー。なんか、ゴーゴーカレーがね、僕よく漫画喫茶に行ってたんだけど、漫画喫茶でね、ゴーゴーカレーっていうのがよくあって、それをね、いつか飲みたいなと思って。北海道。で、淡麗。氷結。パイナップル。で、ノンアル気分。で、なんかめちゃくちゃね、あれがうるさいんだけど、まあ気にせず行きましょう。で、これ、明太子と、焼きそばと、こちら、弁当。それじゃあ、手を始めようか。鍋に、鶏もつぶち込んで、で、まあ火をつける。で、酒。だし。みりん。で、醤油。で、砂糖。大概のものはこれでうまくなるんだろう。卵なんかこれ穴を開けときゃよかろう。あ、これ中身漏れるタイプ？これ中身漏れるタイプの卵やったんや。知らんかった。中身漏れるタイプの卵でしたから、中身漏らさないように穴開けは禁止。知らんかった、これ。よし、じゃあまずは氷結を飲もう。乾杯。あー、うまいね。数の子とわさびのこの相性はいかがなるものなのか。うん、わさびが効いてるね。おいしい、おいしいのかなこれ。でも僕ちょっと苦手ですね。何くも言えない。ぬか漬けというか、ちょっと苦手かもしれない。美味しい？美味しい？これ好み的には美味しくないけど。まあでもこれは好みだから。数の子大好きな僕のお母さんに食べてもらいましょう。数の子もね、いかに数の子まぶしとんは食えるんやけど、数の子単体のこの塩辛いんがね、苦手かもしれないですね。最近気がついたんですよ。イカ黄金とかね、まぶしとんはいけるんやけどな。よし、というわけで、次。でね、次は、あれですよ。こちら。竹林。竹林？竹林。ってことで、視聴者さんがね、くれた日本酒でございます。酒好きというのを分かってくれるというのはありがたいございます。うん、美
常温なんですけど、非常にね、口当たりまろやかで美味しいお魚に合うかなと思います。炊き物があんまりなかなかできないんで、この唐揚げを食っていきましょう。最近の唐揚げはね、このラップをかけなくてもいいそうなんで、めちゃくちゃ便利な時代になりました。本当にね、もうお母さんも私もね、大満足な時代でございます。企業努力でありがとうございますといったところでございますね。よし、唐揚げができた。唐揚げといえばビール、北海道、北海道の味がします。もちたってね、何も関係なしに食べました。最近の子はね、僕は食べない子が食う子は多いみたいですけど、僕だったら食うもんは食えばいいねん。ちょっと落としたぐらいね、食うたっていいんだから。今の子は弱いとか言われるんで、昔A、B、インフルエンザ A 型、B 型って流行ったと思うんですけど、それ両方はね、しっかり予防注射したのに両方かかったという過去があります。あんま関係ないのかな。というわけで、落としたら食べなくても食べてもどっちでもいいのかな。まあ何回してる間に煮物が煮えましたので、これを止めて煮物を入れていきます。よいしょ。ああ、麺汁が困っちゃった。これで OK。 鶏のなんか煮物ができました。なかなかね、美味しそうに煮立っております。で、ここはビールといったところなんですけど、こちら氷結、さっきのがね、めっちゃぬるかったんですよ。で、今冷凍庫でね、冷やしてるんです。それすぐ飲みます。最高の鶏を食べて、唐揚げも頬張る。で、まあさっきのが残って冷えた北海道ビール、次はこのノンアル気分でね、ノンアルにしたいと思います。やっぱちょっと寄ってきたので、このノンアル気分で、その一杯ノンアルの気分にしたいと思います。あ、でも炭酸が強くて無理。はい、じゃああれから時間が経ちました。ちょっとね、眠すぎて1時間ぐらい寝てましたね。今テレビはまあつけっぱなしでやってるわけなんですが、次にね、ゴーゴーカレーをいただきたいと思います。ゴーゴーゴー。電子レンジで1分30秒。よし、米も炊けたしね、ゴーゴーカレーを試してみたいと思います。で、これのうんちを、これラップ、はい、じゃあゴーゴーカレーができました。ゴー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 。あっ、つつつつつ、このピンクのね、かわいいこのウッパルッパーを買いましたけど、これ熱いな、これ。お、あー、熱々カレーが。で、これに飯をのせて、ゴーゴーカレーの完成だ。じゃあいただくとしよう。じゃあいただくとしよう。おいしいね。なんかほんと画質が良くなって、ゴリラみたいにしか見えないんだけど、画質が良くなってなんかゴリラにしか見えない。ゴーゴーカレーってね、味が濃くて美味しいね。うめ。で、米だけやと飽きるから明太子ものせてな。で、七面粉ものす。これでからし明太子で、これでまあ秋を防ぐみたいな。うん、うまっ。
日本酒もねここまで飲んだんですが、それが日本酒をねこのまま飲み続けてたら死んでしまうということで、ちょっと他のものに変えたいと思います。まあ初心に戻るということで、これ発泡酒にいただきたいと思います。うん、美味しかった。でも明太子は明太子でやっぱ食べたいから、これはからし明太子に変えます。マヨネーズ入れたろっす。よし、コロッケー。はい、じゃあ明太子と我が家の海苔とこれ乗せて、うん、うん、これがあれば米が65杯いけるわ。どこあん食べる、うん、まあ、残りも少なくなってきて、少なくなっていても、まあ、これは半分ですけど、あとはゆっくり。ごちそうさまでした。ありがとうございました。まあ、またゆっくり皆さん飲みましょうよ。よし、ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、誰っていうぐらい太いというかムクムクですね。いつものムクムクむっちゃんでございます。ご多分に漏れずね、これめちゃくちゃ汚いですけど、まあいつもよりはね飲んでもないし、あんま汚くないのかなと。この1週間はダイエット週間とさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。